こんにちは。サラリーマン YouTuberJ さん、えー。昨年はですね、1年間かけて、サラリーマン YouTuberJ 企画ということで、まあ YouTube も頑張っていただいたんですけども、1年かけて500万稼ぐということでね、毎月のようにレポートをいただきました。あそして活動もかなり広がったんではないかなと思います。まあその中でね、やっぱり活動量に応じた実績というのも出ていたと思うんですね。 単純に私が総括して活動量を倍にしていれば500万は達成していたと思いますで今回もですねとは言っても1年かけて230万の利益確定をしているわけですからこれが実績と言えますよねでこの実績をもとにじゃあ今年は仮想通貨で200万円以上サラリーマンをしながら稼げる方法を編み出したサラリーマン YouTuberJ さんがね新しいコミュニティを 発表ししてて今度はその募集をいいるととうことなんですよねぜひこのコミュニティ参加者を一人でも多く募ってですね稼ぐ側から稼がせる側に移行していきたいと思いますしていただきたいと思いますね特にサラリーマンという立場でお忙しい責任のあるお仕事その上で家に帰れば家庭やプライベートがあるそんな忙しいサラリーマンさんでも会社の給料や 負担が増し迫る社会保障費。これを跳ねのけてで,ですね、自分自身を経営していくというふうな地点に立ち替えて、自分の事業を成立させていく。まあ、こちらの方に十分お力添えできるんではないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、今回の仮想通貨コミュニティ、入ろうかな、どうしようかなって言って迷ってる人を、まあ、一家次の機会を待とうかっていうふうに思わせてしまうと、副業を せっかくね、副収入を得ようとしているサラリーマンさんを一人、言ってみればね、見殺しにしまうというぐらいの意識でございますんで、この J さんのコミュニティ、これ入った方が絶対サラリーマンいいよ、みたいなね、熱いメッセージをね、日々送っていただきたいと思います。えー、それでは今回は、あーそういった一年の総括をね、エールにして動画の方を閉じさせていただく前に、じゃあ今年の目標は何だと。 ということをね、あのー、明確にしていった方がいいかなと。昨年、500万円を稼ぐという目標を立てて、最終着地がその46%完成、230万となったとしたら、今年はこの仮想通貨コミュニティで、どのぐらいの人数の人を、どのぐらいの金額稼がしていくのか、そのトータル金額などをね、えー、目標にしたらいいんじゃないかなと思います。例えば、5人の、 仮想通貨コミュニティの参加者を募り、それぞれに100万円ずつ稼がして、合計500万円、自分のコミュニティから稼がする、みたいなね、まあ、こんな目標だといいんじゃないかなと思いますんで、もう1月も6日になっちゃいましてね、もうとてもじゃないけど、1月の経営は元旦にやるの、元旦ではないんですけども、それでも遅れながらでもやるしかないですから、改めて目標を立てて、進んでみてください。それでは、以上で動画を終わります。 え速歌塾では「稼働部」という2022年のプロジェクトを既に作動させて4名の方が参加してくださってます日々もう活動は続けております J さんを追いかける立場ですいいライバルとしてこれからも切磋琢磨していきましょうでは失礼します